みなさんこんにちは。読者の皆様も、そうじゃない皆様も、こんにちは。ええー、ユーシー向け企画できたら、戦略術をお届けする。やっぱギフやって。今日が二十回記念です。いやー、馬田さん、二十回ですね。二十回、結構続いてますね。いやー、本当ね。最初は数回限定で始まったこの企画も。<laughs> えー、たくさんの方々にご覧をいただいて、二十回を迎えることができて、とっても。 本当、嬉しく思っています。秋元です。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、っと、秋元さん、じゃあ、今日早速ね、あの、行ってみたいと思うんですけど、あの、最近ちょっと気になったニュースがあるって聞いたんですが、何でしたか、はい、はい。ええー、9月25日の我らが岐阜新聞に掲載された、県の人口問題研究会に関するニュース、今日はピックしてみたいと思うんですね。 はい。どんなところが気になったんですかね。えー、県内に住んでいる、まあ、10代から40代の女性を対象にしたアンケートの結果が取り上げられていたんですけれども、まあ、岐阜県に住み続けたいとか、岐阜に住みたいのかという質問に対してですね、まあ、若い子たち、例えば10代や20代の女性で言うと、なんと42%が住みたくないと、 回答していたわけですね。やばくないですか、<っ>馬さん。4割の、まあ、若い女性と言っていいと思いますね。10代、20代の子たちは、岐阜を出たいと言っていると。これはどうしようか考えなかんというのが、今日のお題にしてみたいと思うんです。10岐阜県に住んでいる10代から40代の女性にアンケートを取ったところ、4割がもう岐阜なんか住んどきたくないと。うん。 で、若い子はね。若い子ね。30代以上でも34%は住みたくないって言っとる。あ,あ、本当や。10代から20代は42%がもう住みたくないと。うん。<laughs> すごい数字ですね。ね。うん。でも、秋元さん<お>あのちょっと聞きたいんですけど、<お>あの、岐阜以外に住みたいと思ったら住んだ 岐阜以外に住んだこと。まあ一番最初に住んだのは東京ですよね。私大学進学1回目早稲田大学に行きましたから、18歳に岐阜を、岐阜市を出て東京に練馬区にね、行ったのが最初ですよ。まあ直近で言うと、ほら、語学留学でね、セブにおよそ1ヶ月ほど短期ですけど住んだりしてましたんで、まあ岐阜以外で住むことというのも、まあ、過去何度かありましたけれども、まあ好きな街はって言われたら、それは岐阜ですけどね。 岐阜以外に住みたいという気持ちも、僕もね、あの茨城に住んでたんで、岐阜、うん、<波> <laughs> 以外に住みたいという気持ちもわからんでもないなこれ、ポイントがね女性の皆さんなんですよね、うんうん、これ、おそらく男女で回答の傾向が異なるわけですよ。うんで 今日はぜひ取り上げてみたいのはここですねで。あの、人口減少とか、地方から若者たちが都会に出て行った後に帰ってこないのが課題だってずっと言われてきてますよね。で、多くのその理由というのが、うん、例えば職場が少ない。給料が安い。だから遊ぶ場所がない。だから若者たちは、 地方じゃなくて都会に出て行って二度と帰ってこないというふうにずっと言われてきました。今日は、いや、職場や、ね、えー、あるいは給料が実は課題じゃないんじゃないかっていうことを皆さんにお伝えをしたいんですね。うん。そういうとどういうことですかこれね。えー、もしですよ、まあ、さん。給料が低いから。 まあ実際に例えば都道府県別の一人当たり平均県民所得っていうデータがあるんですけれどもえ例えば東京とかですね大阪とかあるいは愛知、神奈川というのは都心だと一人当たりの平均県民所得あるいは都民所得っていうのが400万を超えるんですね、うん、まあ一方で、まあ、岐阜県もそうですし例えば高知県とか沖縄県というのは日本全体でも一番低い水準にあるわけですが。 そうすると、300万前後、あるいは300万を一部切るという状況になっています。そら、給料が高いところに人が住みたいと思うのは当たり前じゃないかっていう声が聞こえてきそうですし、ね、都会の方が面白い仕事あるから、面白い仕事があるところに人が集まるんやろっていう考え方も、一部、もちろん、理はあるんですけれども、これね、最近注目されているのがライフル総研っていう、ライフルって会社あるじゃありませんか。 不動産だとか、取り扱ってる。ライフルのシンクタンク、ライフル総研が、まあ、ここ数年にわたって出してきている調査結果っていうのはめちゃくちゃ面白くてですね。結論要約しちゃうと、うん、単に給与は仕事だけじゃないんだよっていうわけ。おうおうもし、給与や仕事がいいところだったら、ちゃんと帰ってくるんだとすればですよ。うん、愛知県なんて、 日本全国の中で最も仕事がたくさんあって、給料がいい場所じゃないですか。はい。にもかかわらず、ニュースなんかでも皆さん目にされたことがあるかもしれません。愛知や名古屋だって、女性が出て行ったら二度と帰ってこない。うん。まあ帰ってこない割合が多いということですね。うん。一方で、沖縄県。これあの、まあ統計データを見ていけば、明らかに沖縄というのは全国の中でも仕事が少なくて、 20代なんかの失業率は相対的に沖縄県というのは高い県ですね。うんしかも仕事が少なくて給料が安いにもかかわらず、大学進学で県外に出ていった子たちがかなりの割合で沖縄には帰ってきてるんですね。つまりですね、地方には仕事がないから給料が安いから人が帰ってこないという、これまでの定説ではこれ説明つかないんですよ。 うーんだとしたら、愛知に人口がバンバン増えてなきゃいけないし、沖縄はどん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 人が出続けていかなきゃいけないわけですけれども、実はそれと違う真逆の現象が起きてるわけですね。なるほど、うん。そこに今回注目をしたいと思うわけです。うんえ、馬さん、じゃあ、給料や仕事じゃなかったとしたら何だと思います給料や仕事じゃなかったら、なぜ仕事に帰るのか。えー、うーん、なんだろう。う 愛着とか、うんその、親しみやすさとか、そういうところですかね,ね。とすると、愛知県民は地元に全く愛着がないのか <laughs>、まあ、沖縄県民が愛着あるってのは確かにあるでしょうね。で、これ、馬、うん、さんおっしゃることって半分正しくて、もちろん、その町への愛着とか思い入れっていうことは、帰ってくるウェイトってとっても大事なことだと思うんですけどね。このライフルの結論がうん、うん 寛容性なんですよ。どういうことですかあるいはまた、まあ、正確に言うと多様性って言った方がいいかな。ああ<ー>、多様性。多様性。うん。そ,そ、うん、その巻きに多様性があるかどうかってことですかそう。つまり、特に女性からするとね、キャリアの多様性っていうのを受け入れられるかどうかがめちゃくちゃでかいわけですね。ええ、あるじゃん、いまだにあるでしょ、きっと。まあ、あるでしょって僕らわかんないかもしれないけど、その、 都心に大学進学した後に、夏休みに帰ってくると、あんた何どれぐらいで結婚するのとかね。あんたいつ頃どうやねそろそろ子供まだかねとかね、うん。こういう女性であれば結婚をして出産しなければならない。とか。うん、まあ、随分減ったと思うけど、それでも女性であれば家に入って家事をするものだ。みたいな。 ジェンダーバイアスですね。えー、これが、あるいはキャリアに対しての固定的な価値観っていうのが、まあ、暮らしづらさになるわけですよね。まあ、実際に今回の、まあ、先ほど冒頭でご紹介した岐阜県の人口問題研究会のアンケート調査の中でも、女性がなぜ岐阜に住みたくないのかというアンケートの答えで言うと、まあ、職場が少ないとかね、給料が安いっていう声もあったんだけれども、 やっぱり注目したいのはこうです。昔ながらの習慣や古い体制の企業が多いのが嫌だというアンケート結果もあったわけですね。うん,うん。いまだに、まあ、さすがにお着見させられるなんていう職場はないかもしれないけれども、なぜか女性だけ制服が決まっているとかね。うん、女性というのは窓口の仕事をするものだとかね。なんていうような価値観。 あるいは目に見えないガラスの天井があるんだとしたらそんなの嫌だから自分が自分らしく自由に働ける環境がいいと言って地方よりも都会を選ぶっていうことは往々にしてあることなんじゃないかと思うんですね。だから今日は多様性、多様な生き方や価値観が選ばれるっていうことが大事だっていうことを一つご訴えをしたいし、あとね、馬さんもう一つの別の角度からもね、うん、この多様性ってことを論じたいんですけども。はい。 例えば、ほら、岐阜ってベンチャー企業を増やそうとか、スタートアップを増やそうっていうことをめちゃくちゃやってきた県であり、町ですよね。はい。例えば、まあ、前知事、梶原知事の時代に、えー、大垣にソフトピアジャパンという、まあ、拠点が作られて、スタートアップ、まあ、当時はベンチャー企業をどうやって増やそうかっていうことを一生懸命取り組んできた県であります。同時に、例えば県と岐阜市もですね、まあ、最近では、 えー、岐阜駅前に拠点を作って岐阜からスタートアップを起こす人を増やそうなんていう取り組みをしてるわけですけれどもじゃあどういう町に起業家が集まりそしてチャレンジする人が生まれるかっていうこういう研究もあるんですよ。<ー>これねトロント大学の教授でリチャード・フロリダという、まあ、研究者がいるんですね。彼はククリエイティブクラスってていうキーワーワドををげてるんでですすけれども、まあ、自分で事業を起こす人 新しいビジネスを作ったり、まあ、新しい価値を生み出す人はどういう街に集まるのかっていうことを研究してるんですね。うん、で、この内容めちゃくちゃ面白くて、うんあ、つまり自分でビジネスを起こす人とか新しい価値を生み出す人って、まあ、ちょっと変人だったり、<laughs> うん、まあ、人と違うから新しいことをやるわけですよね、うんそう。で、当たり前なんだけど人と違うことを生み出したり起こす人っていうのは、 自分みたいな人と違う人がいても違和感のない街、居心地のいい街がいいわけでうんえつまり多様な街がいいわけですね。で、多様性が受け入れられる街ってのはどういう街かというと、寛容な街っていうふうに言い換えてもいいわけですね。例えば人と違うことが、うん排除されない。まあ、シンプルに言えば、障害を持っているということに、 引け目を感じたり、生きづらさを感じずに自由でいられる街でしょうし、LGBTQ、例えば性的な人との違い、これは性自認だったり、性的思考ということも含めて自由を感じられるし街でしょうし、あるいはエスニシティですね、あるいはナショナリティ、つまり民族性、自分がどういう街に、どういう国にオリジンがあるかとか、あるいは どういう国籍を持っているかということに関わらず自由でいられるということもあるかもしれません。あるいはアートとか芸術みたいに自己表現をするという多様な自己表現が受容されるっていう寛用性。まあ、これが要は多様性の前提になるわけですね。で、子供を産む女性もいていいし、子供を産まない女性もいていいし。 結婚する女性や、これ男性もそうですけれども、えー、する人もいいし、しなくてもいいし、という、多様な生き方や多様な、これ働き方もそうですよね。うん。っていうことが認められるっていうことが、あ人と違う生き方をしたい人たちからすると、居心地のいい街なんで人が集まってくる。まあ、アメリカで言うと、つまりそれが西部ですね、西海岸、サンフランシスコとか、 ロサンゼルスとか、まあ、こういった多様性を、ま、関与する地域こそ、起業家たちやアーティスト、クリエイティブな人たちが集まってくる。だから、ロサンゼルスには伝統的にですね、えー、映像関係の人たちですね。あるいは、サンフランシスコ周辺には、シリコンバレーと言われるような起業家たちが集まってくるのと同じように、まあ、こういった多様性っていうことが、挑戦する人たちを、 集う街に変えていく上では大事なんだと思うんですね。で、片やもう一度先ほどのライフル総研、総合研究所の調査を見てみても、まあ、女性がなぜ都市部に集まり、地方に戻りたがらないのか。まあ、それは、まあ多くの場合は、そのこれ前のジェンダーバイアスですね。女性はこうあるべきとか、社会はこうすべきだとか、出産すべきだとか、まあこういうのに居心地の悪さを感じる人たちが、 都市部にとどまるということが、まあ、大きな傾向としてあるようなんですね。なんで、ぜひ、まあ、あの今回のこの岐阜県の調査の研究を見ても思うのは多様性、そしてその前提になる寛容さっていうことが移住提示を進めていく上で一番のポイントなんじゃないかっていうことをお伝えしたいなと思ったんですね。うんあの私 もうすぐ50歳、49歳もうすぐ50歳なんですけど、あのー、日々思うのは、その自分がその、こうでなきゃいけないとか、保守的であるとかって全然思ってないんだけど、うん、多分その、すごい嫌な話なんだけど、年齢を重ねることによって自分の心が固くなってきてるんじゃないかっていうふうに思う。要するにその、他者に対する寛容性っていうのをが、 その想像力が足りなくなったりとか、衰えたりすることによって、えー、っとた、その他者に対する寛容性というのが減ってきてるんじゃないかなっていうふうに、えー、そういう恐怖があるね。うん。だから、おじさん、まあみんながみんな同じではないと思うけど、おじさん、この社会の、日本社会のメジャーなところに、おじさんっていうのはい,い,い,いると思うんだけど、うん、そのおじさんだからこそ心柔らかくして適当な話に耳を傾けて、その想像力を、 伸ばそう、他者への寛容性を高めようっていう意識をしなきゃいけないのかなと思うんですよ、うん、大賛成、でこれはね、もうキーワードは、アンコンシャス・バイアスっていうキーワード。なんか聞いたことあるな。はい、これはあの無意識の思い込みっていうことなんですけれども、年齢を重ねれば重ねるほど、経験と、まあ、これまでの、ね、積み重ねがあるから、こういうものだとか、うんうん、ああいうものだなんていうふうに思い込みがちなんですよね。うん で実際は、例えば、確かに街の中歩いてると、まあ、みんな普通にね、元気にしているように見えるから、障害を持っている人なんてそんなにいないんじゃないかと思い込みがちだけども、実際はですね、世の中の人口の9%は、8%から9%は障害者手帳を持っているという事実ですし、日本人ばかりでは外国人席の人なんかいないなんて言うけれども、もう岐阜県内だって外国人登録をしている。 まあこの人たちの数というのは、決して見過ごすことのできないような、確かに大多数とは言えないけれども、例外とは言えないような割合まで、すでに人口規模で言っても多くいるわけですよね。でそして、うん、例えば、働いた女性も結婚をしたら、専業主婦になるものだって、未だに思っている方も多いかもしれないけど、いや、今や日本全体で専業主婦って明らかにマイノリティですよね。 うん、これ50年前で言うと専業主婦の割合が圧倒的に高かったわけですけれども、今や結婚をし、あるいはその後、しかし共働きをしている世帯の割合っていうのは、専業主婦の倍以上あるわけで、もはや大多数は共働きにもかかわらず、いまだに、例えば高齢になればなるほどですね、過去の自分の経験からの無意識の思い込みっていうことがある。 これは、ね、やっぱり恐ろしいことだと思いますね。うん、アンコンシャスバイアス。なるほど。きょう,ん、はい、う今日はですね、ごめんなさい、あの今日はですね、あのせ成長する町に必要なのは、そうです、そうです。そして女性に選ばれ、はい、人口が集まってくる街に必要なことっていうのは、 移住定住の補助金助成金もまあ、それはそれであっていいけれども、むしろ本質的なところは寛容性というですね、多様性を担保するために大事な寛容性っていうことじゃないだろうか。これ一人一人のアンコンシャスバイアスっていうところにフォーカスをしたいし、でも同時に一方でもう一つは、これは仕組みだし、我々が学ぶっていうことですから、うん。あの、多様性を担保するような、寛容性を担保するような、あとは仕組みやルールっていうことにも、 期待をしたいと思いますけれどもね。<laughs> 自分たちはどう変われるかっていうことですね。うんうん、なかなか難しいような気もするけど、でも変わってかない感じだやもんね。そう。送信度だって選ばれへん。実際42%のもう若い女の子は岐阜に住みたくないって言っとるし、うん、<laughs> 住みたくない理由はっていうと、古い会社やとか古い習慣が嫌やって言っとるもんでね。なるほど。うん。エビンス出変わってかない。なるほど。うん、はい。 おじさんになればなるほど変わらなあかんということです。うん、はい。はい、えー。今日もですね、あの、なかなかちょっと普段は考えないようなことについて考えるというのができたんじゃないかなと思います。はい。えー、岐阜がね、これからも、あの、選ばれ続ける、若い人たちに選ばれ続ける街になるために、私たちも変わっていきたいな、私も変わっていきたいなと思います。はい。今日もありがとうございました。あ、そうだ 最後に視聴者の皆さんにお伝えしなきゃいけません。岐阜新聞ウェブがリニューアルをされまして、岐阜新聞デジタルという風にですね、バージョンアップしてますんでね、皆さんチェックをしていただきたいと思います。まあ、ユーザビリティ、使い勝手が向上しているだけじゃなくて、読める記事もね、だいぶ広がってますし、これあと、今もう新聞紙面読んでる人ね、こういう方も中におられると思いますけど、関係ないと思ってる人、これね、ちなみに新聞記事を 新聞をね自宅で購読している方は無料でオンライン版全部見れるの。閉、えー、読コースってのがありまして、これ追加料金ゼロで岐阜新聞デジタルのすべての機能を楽しんでいただけますんでねあの私も、えー、ねこの岐阜新聞デジタル愛読者ですのでねぜひ皆さんにもご活用をいただきたいと思います。無料でも読めるるし今撮ってる方はね 併読プランにしたら、これも追加料金ゼロで楽しめますんでね。使い勝手がアップした岐阜新聞デジタル。ぜひ皆さんにご覧をいただきたいと思います。ロゴも可愛いの。ありがとうございます。もう何ヶ月もかけてね、チューブしてきたんで。はい。あの。もう我が子のようなもんですけど。はい。まあ、こ、れからもどんどんブラッシュアップしていくんで。より、あの皆さんにね、使いやすい、あのサイトにしていきたいなと思います。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、また、あの。お、お会いしましょう。今度は、あの、屋外で。 あ今度ちょっとこのオンラインから飛び出してやろうかなと思ってます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、あとね、ニ新聞のポッドキャストがあるんですよ。聞きかじって。これだいぶ弾けてますからね。え新聞のえポッドキャストにもかかわらず、NHK の朝の連ドラ虎に翼の感想を語り合ってたり、ね。えー、アニメ。 深夜にやってる今、少市民って知ってますこれね、岐阜がテーマのアニメがあるんだけど、これについて語るとかなり、もう、はっちゃけたポッドキャストもやってますからね、ぜひご覧をいただきたいと思います。というわけで、皆さん、さようなら。